ってかも。はい、できました。今朝の朝ごはんでございます。はい、おはようございます。おはようございます。さっきのあーんとか変な声が入ったよ。ブクってね。とけど朝ごはんがこれフェジョン。フェジョン、これがねリーヌで、あ、フェジョフェジョンじゃなくてフェジョアーダの方か。ブラジルのあれですね。見ての通り骨が入ってますが、完璧に煮込むとこの骨も食べれるという、ものすっごいパワー系のパワーブレックファーストでございます。リチクはね部活なんで先に食べております。今日も頑張ってください。カリフォルニアの T シャツを着てブラジルの朝ごはんを食べるという。でこれがファロファっていわゆる粉でございますね。そして野菜もがっつり食べますよ。このファロファっていうのは芋の粉、そしてお米で豆と肉っていうで野菜も食べるから、これすごい網羅してるんだね。こうやって混ぜて食べるんだけど、このフェジョンとかフェジョアだってさ、朝食べるとお昼までお腹空かないよね。ものすごいものすごい腹持ちのいい朝ごはんでございます。というわけでゆうちも今日頑張ってください。はい、じゃあお疲れ様でした。はい、部活行ってください。行ってきてください。はい、頑張ってねー。はーい。